クソゲーファンの皆様、こんにちは。今回はホームアローンを攻略解説していきます。ゲームをスタートするとマカリスター家から始まります。ハリーとマーブの2人の泥棒が追いかけてくるので逃げます。どうやら原作のラスト部分がゲームになっているようです。ここのシャンデリアを落としておきます。操作方法ですが、十字キーで移動です。ジャンプはできません。家の中にある正方形のアイコンが罠アイテムです。 A ボタンで拾い、 B ボタンで設置します。罠アイテムは最大3つまでストックできます。クソゲーにやりがちですが、操作にかなり癖があり、階段の上り下りの位置判定もシビアです。ハリーとマーブはケビンより足が速いので、普通に逃げようとすると追いつかれてしまいます。そこで罠を設置して転倒している間に逃げます。地下室にはアイテムがたくさんあります。ちなみにアイテムにはいろいろなイラストが描かれていますが、設置してもすべて転ぶだけで効果は同じです。またこのように頭は見えていますが、隠れられるポイントが各所に用意されています。ここでしばらく籠城しますので、泥棒が来るまでカットします。なぜ籠城してたかというと、このゲームのクリア方法はリアルの20分間逃げ切れればクリアです。ということで、ひたすらこの家の中を逃げ回るだけです。泥棒のどちらかに捕まると一発ゲームオーバーでタイトル画面に戻ります。しかも泥棒が画面外から急に猛スピードで迫ってくることもあるので、運要素も含まれます。もちろん残機やコンティニューなどは一切ありません。ロープに捕まっているときは罠を設置できないので、ここを渡るときは注意が必要です。一度引っかかった罠は再度拾って設置しないと効果が発揮しなくなります。隠れるときは十字キーの上をずっと押しっぱなしです。やっと約6分経過しました。あと14分です。基本的には常に罠を3つ所持しておいて、泥棒が追ってきたら設置して逃げます。アイテムの絵柄によってダウン時間が異なります。隠れると各泥棒1回は回避できますが、2回目に通りかかった際に捕まるので注意です。このように2人同時に襲ってきて、ダウン時間が短いアイテムだとピンチになります。階段付近で追いかけられると、階段の判定がクソなので上がれずに捕まる事故が多発します。またマナーアイテムは何回か使うと消滅してしまいます。やっとあと半分です。罠アイテムは有限なため、いかに長く隠れて見つからずに時間を稼げるかが大きなポイントになります。
最大の敵はクソな操作性にあります。ここも地下に行きたかったのですが、位置判定がシビアなため諦めています。またシャンデリアですが、落として相手にぶつけるのはタイミング的に難しいのですが、普通に下に落としておいて他の罠アイテムと同じように使えます。しかもなぜかダウン時間が長いので重宝します。階段を降りる余裕があるときは、地下に行って罠を張って、籠城することで、時間を少し稼げます。バグって後ろ歩きになっています。気泡ですが、まだあと4分もあります。もう解説することもなくなりましたので、あとは倍速でご覧ください。20分経過すると画面が切り替わり、泥棒は捕まります。ゲームクリアです。お疲れ様でした。この画面のみで、スタッフロール等はもちろんありません。
最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。